再開をいたします次に大竹俊也議員に質問を許します大竹俊也議員 私は絆の会の一員といたしまして先に通告いたしました事項につき順次質問を行いますまずお参会についてでありますこれまで諸事情により協力を得られなかったお参会の詳細調査が今年2月21日から7月31日までの間行われました 聞き及ぶところによれば、これまで行われてきた歴史・文化的学術調査にとどまらず、建築工学上の視点を踏まえた精度の高い調査とのことでありましたので、報告書の完成を非常に楽しみにいたしておりましたが、調査から1ヶ月半が経過しようとする現時点においても、まとまった報告書が仕上がらないようでありまして、残念に他なりません。お参 お参詳細調査業務委託はどのような経過にあるのでしょうか、4点お聞きします。現,時現段階まで明らかになった詳細調査の結果を見て、市はお産会をどのように再評価をし、どう再任したのかをお示しください。昨年、会派でお産会を視察いたしました。その際に分かったことでありますが、雨漏りによる構造体の歪みやたるみ、腐食、えー、壁材の剥落、 支柱材の傾斜や亀裂等緊急に処置対応すべき箇所は複数かつ深刻でありました市内に多数存在する歴史的建造物の中でも、重要度の高いお産会をこのまま放置するわけにはいかず、所有者と協議の上市として何らかの支援をするべきと考えますが、見解を示してください。 素人目ではありますが、耐震補強、防火設備の設置等、解体・半解体を伴う大規模改修が必要と見受けられます。仮に解体・半解体を要す大規模改修を行うのであれば、従来より一般論として語られてきた移築困難建造物ではなく、本丸内への移築も技術的に十分可能と考えられますし、それが一番理にかなうことなのであります。本丸への移築に対する現時点での見解をお示しください。 私はお産会の保存や利活用について、第一義的に尊重すべきは所有者の意向であると認識いたしております。その意向を踏まえながら、地域住民や市の施策の中で、あるべき姿が議論されていくのが望ましいスタイルなのではないでしょうか。その議論の末に、移築復元せずに、現地にて保存するという手法を取った場合、個人所有のままでは建築基準法上の問題をクリアする改修は困難と考えられております。 市には文化財保護法、市景観条例において、歴史的建造物等を支援する施策が用意されていることから、現地保存の手法を取った場合には、積極的に支援すべきと考えます。その場合の保存に対する考え方と利活用手法、およびスケジュールについてお示しください。次に、新築による復元手法を取るかもしれないお参会と、今後の史跡若松城跡についてをお聞きいたします。 元来、一区、新築区によらず、お産会の復元は、若松城天守閣再建50周年記念事業として、調査、研究を進めてきた経緯にありました。しかしながら、さまざまな事情により、調査は思うように進まず、それぞれの、その周年事業としては、間に合うことが困難な状況に至ったものと認識いたしております。私はこれを転有と捉え、 お城のあるべき姿を市民総ぐるみで論じ合う時間的猶予が生まれたものと受け止めており、市の拙速を防ぐ典型であると考えております。そこで改めてお聞きします。仮称、新築復元を3回のうち、規定部復元費用を除いた事業はどの程度を想定し、財源は何を当てようとしているのかを示し、合わせて増えることになるであろう維持費と指定管理料については、どのように整理していくのか考え方を示してください。 詳細調査を進める中、今までは分からなかった建築部材や工法等が明らかになったと思います。私の認識では木造階建ての、木造3階建ての建造物としては、柱が細く、材質も一般的な杉材が多く、史実に忠実に再現した場合、不特定多数の人間が出入りする建物には、建築基準法上、消防法、その他、その他諸々の法制上、なり得ず、 単なるモニュメント的建造物に収支し,してしまうものと考えております。材質や柱の太さと、今回の調査で明らかになった史実をもとに忠実に新築復元した場合、史跡内にある建物として防災上、また構造上、安全性に問題は生じないのか、見解をお示しください。復元予定地とされる櫓台は、本丸内に競輪場を設ける際、 一旦取り壊され後に復元されさらにその後調査のため取り崩したものと危機を呼んでおります現時点においては移行調査中というところでシートがかぶせられ組織の一部が王子を忍ばせてくれております史跡の上に構造物を復元する場合 文化庁からは100%近い復元が求められるそうでありますが、櫓台の復元にあたっては、高さや方角、石積みの手法等、文化庁の求める史実に忠実なクオリティになるものなのか、正確に再現される可能性はあるのかを見解、お示しください。新築復元お参会を多くの犠牲を払い、さまざまな困難を乗り越え、やっとの思い出立てたとしても、 安全性の面から観光客の入り込み施設とはならず、防災上の理由から資料保管庫,保管庫としても使用できず、維持費だけがやたらとかかるハイリスクノーリターンモニュメントになると私は認識いたしております。観光、文化の両面から見ても、無用の長物となることは明らかであり,ありますが、現時点で想定している復元した場合の利活用方針をお示しください。新築による縮減不幸 復元,復元手法が市民の望むものなのかどうかを検証、反映させる必要があると考えます。お産会の新築復元にあたっては、史跡若松城跡の在り方も含めて、市民意見を取り入れるべく、取り入れるべく、市民フォーラムやワークショップを開催すべきと考えますが、見解をお示しください。大項目の2つ目のつはりりであります 私の所属する会派では、まちづくりをテーマの一つとして、調査・研究を進めており、その方針に基づいて、行政調査に赴いているところであります。調査・研究を進める中で、明らかになったことの一つに、成功している事例のほとんどが、市民共同、民間主導、そして自己犠牲の精神に立脚しているということであります。具体的に言えば、行政からの支援は後付けであり、 行政支援があるかないかにかかわらず、自分の町は自分たちの手で守り育て、次世代にバトンタッチするという考え方が定着しているということであります。個人の所有する資産やノウハウは、自分個人のものではなく、特に町並みを形成する家屋は反公共物であり、会社や商店は地域を構成する公共施設の面を持ち合わせるという、経営者の理念がしっかりと確立されているということでありました。 全国で流行している自治基本条例の制定もこういった公共性の高い住民意識に後押しされておりそこに住む責任の重さを自覚した住民自らの求めにより制定されているようであります本市においては住民自治の概念が歴史的に醸成されている地域に追いつけとばかりに官民が一体となって県産を進めている最中であり市民自らが 自自ららのの責任においいいてて行動すするるととう機運の高ままりりが待たれているところであります住民自治やまちづくりは与えられるものではなく、住民自らが欲しなければ定着しないことは事例を見れば明らかであり、情勢に数百年かかる住民自治へのロードマップを数十年に縮めるため、まずは住民自らのまちづくりが必要と考え、その視点から、中心市街地活性化について3点お聞きいたします。 市が現在取り組んでいる街中にぎわいづくりプロジェクト事業の進捗状況と、次年度以降、取り組もうとしている事業を示し、それぞれの課題認識についてをお示しください。新名通りアーケードの建て替えについて、関係各所が研究を重ねているようでありますが、単に建て替えただけでは、王子のにぎわいを取り戻すことに直結するとは考えられません。 例えば、市が取り組んで一定の成果を収めております、プロジェクションマッピングを活用して、アーケードをアート風にするとか、イルミネーション風にするなど、アーケードそのものが人を呼び込む施設となって初めて、観光客を含めて市民交流の場として賑わいを取り戻すことが可能になると考えられます。 市はアーケード建て替えについて積極的に関わり合いを持つべきものと考えますがアーケード建て替えに対する市のスタンスをお示しくださいこの夏会派では香川県高松市丸亀町商店街の活性化事業を調査してまいりました丸亀町商店街では当初行政機関からの支援を全く当てにせず自力での再生を基本に計画を策定したそうであります手法のの一つとして自店舗の 自店舗の店先の土地をそれぞれ50センチから60センチメートルずつ拠出し、路地の福音を広げ、人に優しい道作り工夫を凝らし、成功を収めております。また、店舗の借地権地上権などを一括して管理会社に運営を委託するなど、活性化を望むそれぞれの事業主に対して、大分の負担を伴う改革を断行したそうでもあります。 これは特化した極端な事例でありますが、活性化を望むエリアに対し、それぞれの責任とリスクを求める手法は、覚悟や本気度、そして資金の工面等において評価すべき事例と考えられます。共同のまちづくりでは、行政や事業,者事業主体者が互いに責任や応分のリスクを背負うことも求めなければならないと考えますが、見解をお示しください。 まちづくりの2番目は、空き家対策と条例化に向けた取り組みであります。市街地における空き家は、防災、防犯上、いかにリスクが高い建物であるかは、今さら述べる必要もなく、地域住民から寄せられる相談や苦情は、日を追うごとに増えてきており、担当される職員も大変苦慮しているものと認識いたしております。一方、政府も地方都市の空き家には重要な関心を寄せてきており、次年度以降は、 国土交通省、総務省、地方創生担当省の元法整備を含め、支援を進める考えのようでもあります。しかしながら、本市は観光立市を目指しており、景観都市でもあることから、空き家に対しては政府の後押しを待たず、市独自の政策を進めるべきと考え、以下、質問をいたします。中心市街地にに接するエリアにおいても 多くの空き家が目立つようになったことに比例して、地区の区長さんや町内会長をはじめ、多くの市民から空き家に対する苦情や相談、問題提起等が増えつつあり、市民との意見交換会においても参見されるようになってきたと認識いたしております。例えば市内中学学校の通学路に隣接する空き家から落ちた雪が 歩歩道道をを中学生は当期間車いいててし、そのすすぐ脇を路線バスが通過するといった危険にさらさられております。また、空き家はハクビシンや野良猫の巣窟となり、近隣住民に多大な迷惑をかけている事態も発生いたしております。いくら中心市街地の活性化を策を講じたとしても、それに近接するエリアの人口が減少し続けたのでは、その成果は期待を上回ることありえません。 中心市街地活性化策を進めるのと、同時並行的に空き家対策を講じなければならないと考えます。しかし、危機を呼ぶところによれば、当局はどこにどのような空き家があるのかさえ、正確な情報を把握できていないようであります。まずは実態調査を行い、そしてどこにどのようなリスクが隠かかれているかを検証すべきと考えますが、見解を示してください。実態調査を行ったり 現在寄せられている苦情に対応する際には、個人情報保護法や財産権、所有権など、さまざまな現行法との調整を図らなければならず、その壁が立ちはだかって空き家対策が進まないと考えます。それらを解消するためには、市の空き家に対する姿勢と対処する根拠が必要となり、過少空き家を適正に監視管理するための安心安全条例の制定を急な,なければならないと考えられます。国も法整備を含め 後押しを進める方針であります前回平成25年9月定例会で行った一般質問以降の取り組み内容と成果をお示しください以上をもって壇上からの質問を終わります 市長。大竹俊也議員のご質問にお答えをいたします。はじめに中心市街地活性化についてのうちえ、街中にぎわいプロジェクト事業についてであります。本事業は市民商店街やまちづくり、団体、商工団体や観光団体等と行政との協働により、本市の中心市街地活性化基本計画に位置づけられた事業の。 具現化を図ることを目的として活動しているところであります。今年度は、中心市街地の主要エリアにおいて、街歩きやワークショップを行いながら、案内板や植樹の設置計画を策定しており、今後はこの計画に基づき、順次設置を進めていく予定であります。次年年度度以降につきまましては今年度の実実績と課題を踏まえ財源や実施手法など より効果的な街中の賑わいづくりについて検討を進めてまいります次に新明通りのアーケード建て替えについてであります新明通り商店街振興組合におきましてはアーケード委員会を設置し会議を重ねてきたほか先進地視察等を通してアーケードの建て替えをはじめファサード回収や駐車場の整備なども含めた通り の一体的な整備構想を掲げ本年度において国の補助事業を活用して市民ニーズやマーケティングの調査を行うとともにその実現性や事業可能性の調査に着手するところであります新目通りは本市中心市街地の活性化において核となるエリアであることから市といたしましても町の回遊性や滞留性を高める通り一体的 通りの一体的な整備は必要であると認識しており、アーケードの建て替え事業を中心市街地活性化基本計画に位置づけております。また、アーケード委員会にも参加しながら、通りの将,将来像づくりや一体的な整備構想の実現方策等について、検討を重ねてきたところであります。今後につきましても、商店街の協議の場に参画し、 関係機関等との調整や情報提供など事業の進捗に向けあ、事業の推進に向け、積極的に関わりながら支援してまいりたいと考えております。次に、共同のまちづくりにおける行政や事業主体の責任とリスクの考え方についてであります。共同のまちづくりにおいては、事業内容によって役割分担があり、 その役割に応じた責任があるものと認識をしております。具体的には、商店街が主体となって実施する活性化事業に対して、中小企業振興条例に基づく支援も行っておりますが、事業費については事業主体にも応分の負担を求めているところであります。今後につきましても、商店街等の事業主体との役割分担のもと、情報共有を図りながら、 市民共同の考えに基づきより効果的な事業推進による中心市街地の活性化に向け取り組んでまいりますなおその他のご質問については副市長及び主管者よりお答えを申し上げます副市長お答えいたします空き家対策と条例化に向けた取り組みについてであります 空き家の実態調査につきましては、空き家は個人等の財産ではありますが、不適切な管理のため、周辺住民の方々の安全安心を脅かす状況にあるものに対して、広域性の観点から市が住民の方々の意向を代表し、調査を行う必要があるものと認識しております。空空きき家家対策を進めるるににああたた、り、本市のののの実態にどのような特徴があるのか、また 対策を講じる必要のある空き家がどの程度あるのかなどを把握することが前提となるものと考えております。調査を実施するにあたりましては、調査対象の空き家の定義や調査方法、実態把握に必要な地域住民の方々の協力など、さまざまな検討課題があるものと認識しており、先進地の事例等を参考に早急に取り組みを進めてまいります。次に、 平成25年9月定例会以降の取り組み内容と成果についてであります。本年度から危機管理課を空き家対策の窓口として位置づけることで、地域住民の方々が相談しやすい体制としたところであります。その結果、昨年度よりも相談件数が大幅に増え、空き家の実態把握や対応などのノウハウを蓄積し,たところ蓄積してきたところであり、また、 解決に至ったケースもあることから一定程度の成果が現れているものと考えておりますさらに本年8月に先進地である秋田県横手市及び大仙市を視察し条例制定による効果や課題等についての調査を行ったところであり今後空き家への対応方針の検討に生かしてまいりますなお空き家への対応方針につきましては 現在、国が空き家対策の推進に係る特別措置法の法案提出を検討している段階にあり、この中で空き家についての情報収集に係る市町村の立ち入り調査権や固定資産税情報の内部利用、さらには空き家に対する措置や国、県の財政支援などの内容も含まれる見込みであることから、こうした動きを見据えながら、 条例制定も含め、取りまとめてまいる考えであります。観光商工部企画副参事お答えいたします。お産がの再評価および認識についてであります。現在、建物詳細調査が実施され、その最終取りまとめを行っている段階にあります。今後そのの文化的なな価値や修復復元の適比などについて 市籍若松城跡お産外復元検討会において、有識者からの意見を求め、それらをもとに評価をしてまいりたいと考えております。次に、亀裂などの処置に対する市としての支援についてであります。現時点において、お産外は平成20年度に市景観条例に基づく歴史的景観指定建造物として指定され、景観助成制度の活用は可能であることから、 所有者の意向を踏まえ、支援を検討してまいりたいと考えております。次に、本丸への移築についてであります。復元の手法等につきましては、若松城整備審議会での答申のとおり、復元の方針で事業を進めております。現時点においても復元の方針は変わりありません。次に、現地保存の場合の活用手法と考え方についてであります。景観形成上の活用等については、七日町通り、 下の区町並み協定地区内の貴重な景観資源の一つであると認識しており、七日町通りの町並み景観づくりに活用してまいります。また、今後は建物詳細調査の結果をもとに、復元検討会を経た後、所有者の意向をお聞きしながら、市として文化財への指定について検討してまいります。次に、復元お産外の事業費についてであります。 お産階の復元事業につきましては、建物詳細調査の報告を受け、復元検討会での検討の後、さらに文化庁などの関係機関との協議を経て、必要に応じて改めて、若松城整備審議会や諮問することも検討しながら、事業を進めてまいりたいと考えております。復元事業を行う場合の事業費等につきましても、復元事業の実施の判断に基づき実施する基本設計や地盤調査、 さらには実施設計を経て、初めて概算表が明らかになるものと認識しており、施設の維持費や指定管理者制度の適用なども合わせて、未だ具体的な検討段階にないところであります。次に、復元の場合の防災上、構造上の安全性の問題についてであります。詳細調査においては、お産害の建築物の規模や構造を明らかにするとともに、建築部材の在種の特定をはじめ、 痕跡や破損度に関する調査も実施したところであり今後の復元を検討するに当たりましては復元検討会の意見をもとに建築基準法等関係法令の課題の抽出も含めて検討してまいりたいと考えております教育部長お答えいたしますお産外の役立いについてであります 昭和34年に復元されたお三階の櫓台は、肥えずや解体当時の文書、復元時の新聞記事などから、本来の規模、形状であると推察されておりましたが、詳細を確認するため、平成21年に発掘調査を実施したところであります。その結果、位置や方向などは、ほぼ正確に復元されていたことが確認できましたが、高さや石垣の積み方については、不明な点もあったことから、 史跡若松城跡お産外復元検討会において古写真などから研究しているところであります観光商工部企画副参事お答えいたします復元した後の利活用の方針についてでありますお産外を鶴ヶ城本丸内の王地に存在した場所に復元することは史跡若松城跡の文化的な価値を高め魅力向上につながるものと 認識しておりますのでその趣旨に沿った利活用を検討してまいります次にフォーラムやワークショップの開催についてでありますお産外の復元検討につきましては復元の方針としたこれまでの経過を踏まえながら復元検討会における検討や文化庁さらには若松城整備審議会への諮問など段階を踏まえて検討してまいりたいと考えております以上でございます大竹敏也議員 答弁いただいた中で、確認の意味を含めて、2、3、質問をさせていただきたいと思います。まずあの、お3回の部分でございますけれども、復元検討会の方に委ねる部分がずいぶん多いんじゃないかというような感を持ったご答弁でありましたけれども、この復元検討会というその組織ですね。 どういった方々が構成をされておられるのか、まあ、あの具体的に、お、えー、名前までは結構ですので、えー、その、まあ、議場でお話しできる範囲で構いませんので、教えていただきたいというふうに思います。で開催時期なんですけれども、まあ、まだ資料が出来上がってないということで、何月何日というふうには答えられないと思いますけれども、復元検討会がいつごろ開催されるものなのか、お示しいただきたいと思います。 でフォーラムやワークショップについては、今のところ、考えてないんじゃないかというふうに私、受け取ったんですけれども、そういったことでよろしいんでしょうか、えー、整備審議会や復元検討会だけがあーお城の在り方を決めていいものではないし、ましてこの議場や当局だけで決めていいものではないというのが私の認識でありますので、市民意見をできるだけ広く、 えー、聞くためには、やはりならか行わなくちゃいけないと思うんですけれども、そこの部分のところ、閣議の意味を込めて、もう一度ご答弁お願いいたします。でまあ、今のところ、動かせないんだというようなことで、えー、現在も考え変わってないと明確におっしゃいましたけれども、あのそ建てた後新築で作った後に、えー、まだこれから考えるんだ。 あ,あ,あり方を考えているの魅力向上のためにやるんだと、えー、予算もから、えー、決まらないんだと、けれども、動かさないことだけは決まっていて、復元することだけは決まっている、これはあの計画のための計画、計画をが初めにあって、あるからそういう、えー、ご答弁になるんじゃないかなと思うんですけれども、その辺のところのご認識についてお伺いしたいと思います。でえー、建築基準法上今、今のお3階の方ですね、今のお3階の方なんですけれども、オリジナルの方です。 建築基準法上はこちら、の不適格建築というところに分類されると思うんですけれども、えーまあ、法施行の前に建っている建物だから、今のままでいいんだとで、改修するにあたっては現行法に合わせなくちゃいけないというふうな建物に分類されていると、私は思うんですけれども、えーまあ、隣にすぐ民家もあると。 言いったところから木造3階建てとして、えー、消防法上、そういったところに問題はないのか、市の認識を、見解をお聞きしたいと思います。まずこの点についてお願いいたします。教育部長、はいえー、おの、えー 構成メンバーさらにはまあ開催時期などについてでございます。えー、まず、えー、メンバーでございますが、六、えー、人の方で構成されております。えー、この中には、えー、市の文化財保護審議会の委員の方、さらには、えー、大学の教授それから、えー、芸大の教授、えー、このお二人方の方はともに建築の専門家でございます。 それから、元文化庁の文化財調査官の方がお二人、それから、県の考古学会の方というようなことでございます。それから、このお三階の復元の開催はいつかということでございますが、今のところ、この資料の取りまとめを待ってですね、開催したいというようなことを考えてございます。もし、スケジュール通りまいりますと、 大体11月頃にですね開催できればというようなことを考えております以上でございます<上>観光商工部企画副参事、えー、私の方からはフォーラムやワークショップの考え方の再確認とまあ復元ということでのお進め方についてまあ計画のための計画ではないかということでございます 1>, 1点目に関しまして、あのー、今回のお産害の復元に関しましては、平成20年に、若松城整備審議会の諮問答申によって、えー、決定されて、記者発表させていただいて、天守閣再建50周年 に向けた、史跡若松城跡の整備ということでの進め方をさせていただいております。あのそういう意味ではあの、具体的な復元の在り方あ、そして詳細調査といった形で進めてきたところでございますので、えー、お産券については、この専門的な文化庁との協議、お産券復元検討会の専門的なご意見をいただきながら進めていきたいというふうな考え方でございますが、 議員のご指摘のフォーラムやワークショップといったあの課題に関しましてはですね、例えば鶴賀城の今後の利活用の在り方といったあの大きな視点での市民からのご意見、そういったものについてはあの検討していきたいというふうに考えてございます。えっと今回の復元に関しての計画のための計画のようだというようなご指摘でございますが、あの先ほど答弁 いたしましたように、一定の市の意思決定、えー、市議会を踏まえて、えー、やってきまして、えー、具体的にあの復元の手法が、えー、なかなか難しい建物だということで、えーまあ、消費者の意向も踏まえて、えー、これまで、えー、なかなか進捗してこなかったという事情はありますが、えー、基本的には、 市の意思決定の中で、えー、復元をすることで、えー、一つ一つ課題を解決しているという段階でございますのでご理解をお願いしたいと思います教育部長、えー、大変失礼いたしました、えー、先ほどの建築基準法保障による問題点ということで今まで文化化が 分割が把握している内容をおご説明申し上げます、えー、このお産刊につきましては、えー、大規模建築物ということで、高さが、えーまあ、13メートルということで、構造制限が13メートル以上ということで、まあ、構造制限がございます、えー、乃木が9メートルを超えるものは大規模建築物となりまして、えー、防火措置や避難に関わる防災上の安全性、この確保。 それから柱の断面の大きさや、えー、体力壁などの構造上の安全性の確保が必要となってまいります。さらに、えー、屋根でございます。えー、屋根は不燃材で吹く必要があるということで、えーまあ、あの木板武器というんですか、えー、そうにすることがまあできないというような状況でございます。えー、さらに、えー、地盤および木作、あっ、大変失しました。でえー まあ、あの場内を含めました、あその屋根につきましては、えー、市街地全域がその適用を受けた範囲に含まれていますため、えー、屋根を不燃材で拭くなどの,そのお必要があるというようなことで状況でございます。以上でございます大竹俊也議員、まああの 消防補助、問題はないのかといったところだったんですけれども、そこのところは後日、えー、別の機関に教えていただくとして、まああのまあ、現時点であそこに今あるお産加はなんとかしなくちゃいけないんだということは、これはみんな共通の認識だと思いますので、えー、そういった部分については、あの所有者の意向と。 言ったところで何度も答弁ありましたけれども大切な部分を踏まえながら保存に向けてきちんと議論を進めていっていただきたいというふうに思います。で、北山中の方にお聞きしますけれども、あのこちらの方に、えー、検討会の方に市民員が入っていないと、まああの。 入れなくちゃいけないというようなことでもないでしょうけれども、私は入れるべきなんじゃないかというような考えを持ってますので、この市民の登用に対する考え方といったところを一つお聞かせいただきたい、それと、金閣玉,玉城のごとくです、ね、20年の決定がすべてだというようなご答弁、私、聞こえるんですけど、20年の9月8日ですか、9月19日に公表されたものがすべてではないと。 言ったところはあ、ご理解いただけると思うんですけれども、えーこれ、それをもって私は計画ありきの計画じゃないんですか、と事情が変わったでしょ、とだから今もあるべき姿をとみんなでしゃべりましょうよと、話し合いましょうよと言ってるのが、なぜ20年9月19日の、えー、答申がすべて決定事項のかのように、一人歩きしているのかといった部分について、私は指摘を申し上げたと,ところでございますので、ご理解いただきたいと思います。でえー まずあの空き家条例の方に行きますけれども、えー、措置法がもう準備して、えー、早ければ来年当初の通常国会、冒頭にでも譲定、えー、上程されるんじゃないかというような話も危機を読んでおりますけれども、この空き家が進まない、空き家が増えていく原因の一つに、固定資産税の部分もあるというふうに私は考えております。 固定資産税が6倍になると言われてるんですけれども、取り壊さないその理由、これ、先進自治体ではこう、借り上げ料、税金を据え置く代わりに市に貸してくださいとで借りた、その借りた土地はゲートボール場であったり、子どもの遊び場であったり、花壇に利用すると。 いうようなことで、えー、ウィンウィンの関係で空き家対策を進めているといったものがありますけれども、えー、固定資産税との関連性については、当局はどの程度調査が進んでいるのか、お示しいただきたいと思います。それからあと、えー、これね、相続を繰り返すうちに、あのー、税金を払っている人と、相続者ですね、相続人といったものが違ってくるケースが増えてくるんですね。えー、そういったところも 言われてますけれども、そういったところの調査はどういうふうに考えておられるのか、2点お願いいたします<ん><民>大竹聖也議員、市民委の投与については通告外ですので、ご了承ください。 それ以外の答弁をお願いいたします。市民部長、部長空き家対策について再度のご質問をいただきました。今二つほどいただきましたが、固定資産税の関係についてはご指摘の通り、現在条件が予定されている法案の中では、現在の住宅用地に建てられて 住宅用地に建物が建っている場合については、えー、その課税標準が6分の1に算定されるということで、まあ、要するに税金が6分の1で済むということになっているわけですが、これがさらしにするということになりますと、解体を費用もかかる、そして税金が今度は6倍に跳ね上がるというような問題があって、これが、えー この空き家問題が解決できない大きな問題の一つに上がっているということで認識をしております、その実態についてどうかということでございますが、これについては今後の実態調査の推移を見なければ、すべては明らかになりませんが、こういった問題を抱えて、空き家が放置されているというケースもかなり多いんだろうというふうには想定してございます。けれどもやはり次に多いのが 高齢化、それから人口減少の影響なんだろうと思いますが、ご両親が亡くなって、そして相続をされるということになるわけですが、相続される方がもうすでに遠方にお住まいになっていたり、あるいは相続そのものを放棄されたり、さまざまなケースがあって、ご指摘のように相続,後その相続の関係が不明になっているという実態もございます。そういったことを につきましわれわれも先ほどの固定資産税の関係と同じで、これから調査をくまなくしてみないと、それがどの程度の実態としてあるのか、それがどの程度の重荷となって、開催しているのかといったことについては今、今のところは把握ができておりません、これについては、われわれとしては、早期な実態調査をした上で、どのような事情の元に、どのような空き家がどの程度存在しているのか、これについて明らかにしていくことが、対策のまず前提条件だろうというふうに思ってございます。 大竹俊也議員えの市長と財務部長にお願いしますけれども、来年度、実態調査に予算が計上されたらば、快く通していただきたいというふうに思いますけれども、最後に企画副参事、1281体、阿弥陀寺様に会津藩の藩士の英霊が眠ってます、この歴史の重みをしっかりと受け止めてほしいと思います。 今の我々の価値観で決めていいものと、そうでないものがあるはずでありますあの。それをもって移築するしないという決断をしろということではありません。これから行われる会津祭りもそうです。今まで先人たちが苦労して作ってきたこの会津といったものを、今後どうしていくのか、覚悟のもとに事業を進めていただきたい。以上申し述べて質問を終わります